はい、どうもお疲れ様です。切り抜きっていうのは最近ね、あんまり収益化しなくなってきたりとか、収益化剥奪されてるみたいなんですよ。やっぱりね、元動画があって切り抜いた動画の切り抜きが同じような感じでなんか増殖してるだけっていうところなんですよね。だから切り抜き方が上手な人のはそこそこアクセスが集まるんだけども、そもそも元動画を見てる人からすると切り抜きがいらないってことになって、やっぱり切り抜き動画ってのはね、一瞬の風みたいなものになったんじゃないかなと思うんですよ。で、私なりに考えていたのは、その情報に対して自分がどんなね、バイアスをかけるか、付加価値を与えるか、どっちの方向に持っていこうとしてるのかっていうところで、あえてね、叩かれることも意識しながら、はっきりと物申すことなんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりどっちつかずにどっちもあり得るよねみたいなこととか、自分の意見を挟まずにこんな動画がありましただけだと、やっぱりそこには自分という存在が不必要になっちゃうんでしょうね、きっと。まあでも同じ情報でも久保さんなりの切り口に共感する、久保さんの切り口にはちょっとね不服があるから、また今度見に来てケチつける、まあこういうふうにしていくことが大事なんじゃないかなと思っていたんですけども、今のところそうなんだろうなと思いまして、私収益化2週間だったんですけども、他のチャンネルですごくね支持されてるやつでも未だに収益化しないっていうのがね、いくつもあるんですよ。ご相談をいただきながら、私もね、ああ多分こういうことなんだろうなっていうふうに思ったところでございます。